はい、どうも皆さん、ケジオです。甘噛みやっていきますということで、まあ、前回は、まあ、あの会話のね、あのなんていうの、アタックイベントかを全部見終えて、もういよいよ本当にこの、まあ、今日はデートに行くんですけど、このデートぐらいに なるんですかね。うん。あとはこのデートとさえちゃん誘うイベントで、でも最後なんちゃうかなっていう、うん、最後行くんちゃうかなって感じですね。で、純一くんがまあ寝ぼけてて、今日は何をしようかなとか言ってるんですけどまあもちろんデート、はい、行きます。いや退屈だじゃねえんよやることあるんよ。うん、今日はさえちゃんとデートだ。ちょっと楽しみかも。なんかさえちゃんのルートの時、純一くんなんかな、ちょっと上から目線の時あんのよなちょっと楽しみとかね、なんかなかなか悪くないなとかそこがちょっと、うん、気になるとこではあるんやけど、まあ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 、なんていうか、まだ純一くんはさえちゃんに完全、純一くんはさえちゃんのこと完全に好きにはなってないからな。うん、それがこっからどうなるかっていう感じやな。まずいまずい、ギリギリじゃないか。今日に限ってミヤに見つかるとは不覚だ。急がないと。あ、もう1時だ。やばいぞ、走れ走れ。あ、あ、一瞬なんかサイちゃん一瞬顔の表情死んでなかった今すごい無の表情してたけど。ごめん、待たしちゃったかな。私も今来たばっかりですから。でもさ、今来たばっかりですからってよく聞くセリフやけどさ、こうやって言う人に限って早く来てるんよな。うん、結構待っててみたいな。そっか、よかった晴れてよかったですね。さえちゃんのことやから楽しみにしてるのもあって絶対早く来てると思うよな。うん、風がちょっと冷たいけどね。予報では今日は、あら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 、え、ごめんなさい、やっぱ待ってたんやって。さえちゃん、ごめんなさい。ちょっと唇が青ざめてないか。もしかしてすごく待ってた。待ってたよねはい、いつから。じゅ、はいや いやそれは2時間前はちょっと純一くんでも無理やな。まあ1時間うんさいな、12時って言われたらまあ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 って思うけど、2時間はすごいわ11時 ?2 時間も前から待ってたの、はい、まあまあそれだけ楽しみやったんやろうな。うん、どうして、遅れておいてなんだけど、待ち合わせは1時だったのに。いやお前どうしててまあ楽しみやったからに決まっとるけどさ。それはまあそうやんな。うん、さえちゃん、お家にいても落ち着かなくて。なんてけなげなんだ。いやもうずっと言ってるけどそうなんよ、ほんまにこんなにけなげでええ子おらんて他に。うん、あ、具合はどう、寒気とか。大丈夫です、平気ですから。でも本当に大丈夫です、ちょっと冷えちゃっただけですし。そっか、それじゃあ早速行こうか。はい。って何も考えてなかった。お前さ、ほんまにええ加減にしろよ、そろそろデートするって言ってんねやからさ、さすがに
何も考えやんのはちょっと、なんか森島先輩の後やった後やで余計感じるな。森島先輩の時はあんなに張り切ってて、なんかもうめちゃくちゃ考えてたのに、でもさえちゃんの時は本当に何も考えずに本当に一発勝負みたいなね、なんかあんまそういうのちょっと良くないな。うん、うー、適当に駅前をぶらつこうと思ってたからこれはまずい。なんかもういや今回の純一くんちょっとあんまり共感できやんわ俺申し訳ないけど、うん、失敗な、何？私、お、ちょっと行ってみたいところがあるんですけど。いいねいいね。え、どこ？ん？行くまで内緒です。いいですね。寒くないところだよね。はい、大丈夫です。とっても温まれるところなんですよ。あ、な、なに、冬のせいにして温め合うの？そっか。それじゃあそこに行ってみようか。はい。まあ、さえちゃんはなんというかね、純一くんと一緒に入れたらどこでもいいっていうタイプやから大丈夫やけど、ちょっと他の女の子やったらこれちょっとなんなんこいつって思われてもしゃあないよな、何も考えてないのみたいな。うん、こうしてさえちゃんに連れられ出発した。ん？え？ここってホテルだよね。え、ほんまに冬のせいにして温め合うの？ここが目的地？はい、そうなんです。ホテルで温まるって、いや、ま、森島先輩の時と一緒な、もしかして。バカな、さえちゃんに限って。いや、わからんで。先輩、どうかしましたか？ああ、ここで何をするのかな。温泉です。温泉、ほう。そっか、温泉ね、確かに温まるね。え、温泉に入るの？はい、この間テレビでやってたんですけど、ちょっと変わった温泉に入れるらしいんです。ホテルでそんな温泉があるんだ。健康温泉キャンペーンだそうですよ。なんかアニメ版でさ、温泉会なかったっけ、あの OVA かなんか、ちょっと番外編みたいな感じのさ、本編じゃないけどアニメで、あのヒロインの女の子プラスその仲いい女の子友達、まあミヤちゃんとか、あの塚原先輩とかもおって、そのメンバーでなんかみんなで温泉行ってなんかわちゃわちゃするみたいな、なんかそんな話なかったっけアニメで。へえ、健康温泉キャンペーンね。あ、本当だ、いろいろ書いてあるな。うわー、いろいろありますね。って、一緒に入るの？あ、はい。さえちゃんと温泉見るな。しょうがないけど見るな。うん、温泉。入りたいに決まっとるでしょう、そんなん。いや、ダメじゃないけど、その何も準備してないし、そもそも心の準備ができてないよ。ここでタオルとかいろいろレンタルできるみたいですし、手ぶらで大丈夫ですよ。え、なんか水着で入るとかじゃないの？どう、え、違うの？そうなんだ。さえちゃんと温泉、え、マジの混浴ってこと？先輩？うん、いやー、ちょうど僕も温泉に入りたかったんだよね。本当ですか？よかった。いや、本当にちょうどよかったよ。
喜んでもらえてよかったです。あ、それでは着替えてきますね。着替え。あ、はい。それはもちろん着替えるやろうが。そうだね、着替えないとね。うん、それじゃあ中で。はい。おお、僕って流されやすいのかな。その節は確かにちょっと、あるっちゃあるな。いや、男ならしょうがないよな。どうなんやろ。それを男ならしょうがないっていうのもちょっとなんか複雑というか引っかかるけど、まあまあまあ、さえちゃんは彼女やから、言うても、しょうがない。まあね、でもなんかそういうのを言い訳にするのはまあ良くないと思うけどな。さえちゃんの水着か。あ、まあもちろん水着やわな。どんな感じなんだろう。どんな感じなんだろうってあれやん、誕生日の時に写真集持てるやろ、さえちゃんの。まあ生では初めてか。先輩、お、お待たせしました。え、わあ。これは一瞬裸に見えたわ。色がちょっと肌に近い色やったで。またスクール水着とは違う。めっちゃ見るやん。もうあまり見ないでください。恥ずかしいです。え、ああその、いや真ん中は絶対ない。見ないなんて無理だよ。そうやな。え、そらさえちゃんの水着姿すごく可愛らしいし、見るなっていう方が無理。いや、これぐらい言わない、やっぱもうバシッと。そうですか。いや、チョベリグよ、チョベリグ。しくじったかな。嬉しいです。あー、よかった。え、私の水着姿でよければ。どんどん見てください。本当ですか。ありがとう。もっと嬉しそうにせえよ、お前。それでどの温泉から入ろうか。あ、実は先輩に入っていただきたい温泉があるんです。はあ、ちょっと変わってるんですけど。これアニメでもあったっけ。なんかドクターフィッシュのなんか足湯みたいなんじゃないの。そうなの。そうそうそう、浴槽の中にお魚がいるんですよ。アニメでもあった。なんか思い出した、これ。なんかさえちゃんと温泉行ってあったなっていう、ちょっと覚えてるんよな。お風呂に魚が。はい、そうそうそう、ドクターフィッシュっていうらしくて、リラックス効果とかマッサージ効果とかいろいろ体にいいらしいんです。やったことないけどめちゃくちゃこそばそうなよな、あれ。へえ。ちょっとくすぐったいらしいんですけど。そうそうそう、なるほど、面白そうだね。せっかくだし入ってみようか。はい。ああ、すごい、本当に泳いでるよ。不思議な光景ですね。ここに入るのか。あ、もう足湯とかじゃなくて全身つかんの。ああ。全身じゃなくて足だけ入れるみたいです。まあそらそうやわな。え、足だけでいいの。はい、気持ちいいらしいですよ。これはなかなか。先輩
輩からどうぞ。いや、さえちゃんから入ってみなよ。レディーファーストで行きたいしね。あ、はい。よくないぞ、都合のいい時だけレディーファーストとか言うの。ちょっと様子を見ないとな。それでは失礼します。あるかな。ある。すごい、一斉にさえちゃんの足に集まってきたぞ。あ、ダメ。え、もうこれはちょっとサムネには使いやんかな。ちょっと肌色多いかな。うん、あ、足の間に入ってきて。うん、それはこそばいよな。うわー、本当だ。これは、あ、許してください。すごく色っぽい気がする。かすがったい。足だけで反応か。全身入ったりしたらどうなっちゃうんだろう。お前は鬼か。見たいかも。いや、見たいかもじゃないんよ。あんまり良くないやろ、そういう。なんか危ないからな、やっぱ。うん、ちょっと変、良くないとこに入っちゃうかもしれやんから。うん、その後もいろいろな温泉に2人で入った。うん、2人で温泉とも、温泉ってのもいいもんだ。あ、もう夕方か。うん、温泉っていいもんだね。はい、すごく楽しかったです。なんとなく、体の調子も良くなった気がする。さえちゃん、ありがとう。いえ、そんな。私の方こそありがとうございます。あ、これからどうする？まだ時間があるなら。あ、今日は早く帰るように言われてるので。まあ、そらしゃあない。そっか。あ、また一緒に。え、そのなんかキリッとした一瞬。私、男の人と二人で出かけるの初めてで、少し不安だったんですけど。男の人と初めてのデートで水着の温泉行くってなかなかないけどな。先輩がすごく優しくて、ああ、とっても楽しかったから。そうかな。はい、今日楽しかったのはさえちゃんが誘ってくれた場所が良かったからだよ。え？私にとっては先輩と一緒だからすごく素敵な一日だったんです。さえちゃん、あ、生意気なこと言ってごめんなさい。いや、全然生意気とか思わんけどな。うん、そんなことは。そろそろ。あ、うん、気をつけて帰ってね。はい、それでは失礼します。どうやった、純一くん。僕と一緒だから楽しかったか。
僕もさえちゃんと一緒で楽しかったな。それで終わんのかい。うん、まあでもそろそろ、純一くんもね、もうあと1週間しかないから、うん、でも1週間ないからね。しししし、楽しかったです。とぼけてもダメダメ、その顔見たら分かっちゃうんだから。やっぱ顔には出てるから、うん。ちなみに誰と言ったかは知らんのかな、まだ。ということで、35日目終わりましたということで、いやもうあと残すは1週間なんやけど、よ、日にちで言うと、多分動画で言うと、もうあと、さえちゃん編はもう本当数えるほど、もう多分 2、3回とかになるんじゃないかな。まあ5回以内やと思いますね、とりあえずは。なので、いやーちょっと純一くんがまだちょっとね、いけてないというか、なんかさえちゃんの気持ちに応えれてないんで、そろそろ、もう見してほしいな、その男気っちゅうもんを。やっぱ女の子の方からね、あんだけ好意向けられてるからね、やっぱちゃんと応えるなら応えるで、でもちゃんとやってほしいと思うとこっすね。なんでまあそのあたりも次回以降期待しつつって感じで、今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。